恐怖の館再び、守ってくれるななはもういない。マロの天敵。マロが恐怖の館に再び泊まりに来ました。ここはマロにとって天敵が住む恐怖の館。3ヶ月ぶりにマロが泊まりに来ました。ゴローもシオンもマロも何も変わってない。ただ3ヶ月前と違うのは、2月中旬の映像。あの時助けてくれたナナはもういない。危害を加えてはいけないので、しばらくシオンはマスク。マスクしてないとこれです。マロから気をそらせるよう、おもちゃで遊ばせる。再び恐怖の館に足を踏み入れたマロ。今回は2泊3日のお泊まり。ナナの助けを借りずにこの天敵から身を守ることはできるのだろうか。
聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。